今月末まで緊急事態宣言を延長することを決定いたしました。ただし今から10日後の5月14日を目途に、専門家の皆さんにその時点での状況を改めて評価いただきたいと考えています。その際、地域ごとの感染者数の動向、医療提供体制の逼迫状況などを詳細に分析いただいて、可能であると判断すれば期間満了を待つことなく緊急事態を解除する考えであります。当初予定していた1ヶ月で緊急事態宣言を終えることができなかったことについては、国民の皆様にお詫び申し上げたいと思います。はい、お疲れ様です。今日は5月4日です。今日はね、久しぶりにお休みというか、まあ、レッスンも入ってなくてね、特に何も予定がございません。久しぶりです。まあ、ただね、通常通り Vlog の編集など、もろもろやんなきゃいけないことあるので、それを進めていこうと思うんですが、先ほどね、お昼ご飯を作って、でそれを配膳していた時にですね、戸棚の扉を開けっぱなしにしていたところに思いっきり頭をぶつけまして出血しました。はい、今この中出血しております。まあもう痛くないんだけど、血が止まればこのまま放置しようと思うけども、血が止まんない場合はこれは病院に行くしかないとは思うんですよ。まあこのタイミングで病院に行くっていうのがどんだけ危険なことかっていうのも承知の上で、それは判断するべきなんですが、どうしようかな。まあ一旦ね、様子見ます、このまま。垂れてきたりしたらちょっとやばいと思うけどね。出血してるところをね、わざわざこうね、拡大して見せることはしませんけども、さすがに。ちょっとここを今、やられておりまして。まあ見えないよね、こうやってやっててもね。垂れてきてないよね。全く。はい、とりあえずね、晩ご飯の準備をしておきます。といっても、下味をつけるぐらいしかできないんだけど。で、血が固まってきたっぽいので、まあ、大丈夫かなと思っております。鶏もも。これでね、今夜はチキン南蛮やってみようかなと思ってます。いけるのか、チキン南蛮って。作ったことないです。で、ニンニクと生姜。で、玉ねぎは多分みじん切りにしておいて水につけといた方がいいような気がするな。タルタルソースも作ろうと思ってるんで、全部はさすがにチキン南蛮しないですけど、下味はね、何作るにしてもついてた方がいいんで、皮は別で鶏皮ポン酢にしよっかな。まあ適当に一口大にね。唐揚げもやりたいね。明日唐揚げにしようかな。チキン南蛮今夜のやつで、半分は唐揚げ明日のやつっていう感じにしてみようかな。っていうか分けてやる必要ないじゃん、この段階では一緒なんだから。生姜とニンニク、ちょっとニンニクこれ足そうかな。でもういいや、半分とかめんどくさい。どっちも同じ下味で大丈夫でしょ。めんつゆ、はい、みりん、お酒、玉ねぎ丸々1個っていうのはまずいか、やりすぎだよね、さすがに。トマトスープ残ってるから入れちゃおうか。水にさらしておきます。じゃあちょっとお散歩行ってこようかな。Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a flower. はい、公園にお散歩しに来ました。多分ね、結構人いるんで、あんまいないとこ探そうと思います。You can say that you're leading me on, but it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'mはい、お散歩から戻ってきました。結局ね、緊急事態宣言っていうのは5月末まで延長みたいですね。みんな外出てましたよね。普通にスポーツやってるというか、なんか長期のお休みをオフィシャルでもらったみたいな、なんかそんな雰囲気漂ってましたけど。で、私はこれからですね、チキン南蛮、やったことないのね。作ったことないので、調べます。タルタルソースからまず作っていこうかな。いやー、今この瞬間が一番幸せ。こうお休みでさ、なんか作ったことない料理をなんかこうやるみたいな、めっちゃ楽しいじゃんそれ。クックパッド、ゆで卵を潰して、あ、ピクルスある、ピクルス入れよう。まあ要するにゆで卵と玉ねぎとピクルス混ぜてマヨネーズでガーってやったらタルタルソースになるってことだよね。じゃあゆで卵作ろう。どうせなので、うちにあるこの卵全部ゆで卵にしちゃいたいと思います。ゆで卵の方が食べやすいじゃん。このゆでてる間にチキン南蛮の作り方も一応見とくか。多分ね、一回揚げるんだよな。やべ、卵使うじゃん。ちょっと待って、卵ちょっと一回1個卵逃がします。マジか、2個逃がします。すいません。あ、なんか一人卵、なんかカツオみたいなの入れて、小麦粉と卵でやったやつを醤油する、砂糖、あ、なるほどね。一回やっぱ揚げる。あ、じゃあ1個でいいや。そういう意味だったら1個でいいです。はい、あ、2個にしようか。2個にしよう。だから醤油、お酢、砂糖のやつがタレになるわけでしょ。まあなんとなく分かった。 OKOK。 これ水にさらしてた玉ねぎです。よいしょ。ちょっとピクルスをタルタル用に何個か、ちょっと味見。うまっ、あ、これ美味しいわ。美味しい、このピクルス。